ン島レフリーが止めました。作戦でずっと狙ってたんですけど、今までのリカ選手の試合を見るとジャブのモーションが分かりやすいんですよ。ここでまとめようと思ったんですけど、パウンドに持ち込んでったのは朝倉海の方でしたけれども、ね、知らなかったんですか。衝撃の始まりだ。ストップですね。ストップだ。なんと、止められた。強い。なんと佐々木朗希が戦えない。強い。朝倉海またしても秒殺。めちゃめちゃ強い。これが格闘技だ。強い。もう目で分かりましたね。もう何が何でも、勝ってやるみたいな気持ちが伝わってきましたね。お見苦しい姿なんですけど、ちょっと、大丈夫っていうのをちょっと見せたくて、手術前とか結構よくナーバスになっちゃって、ちょっと、ファンの人たちの声が本当に届いて、なんつうか、こう、心から、本当力が溢れ出てきて、全然、元気っす。全然元気っす。やっぱりこんなもんで終われないし、今回、たくさん力を送ってくれた人たちに倍以上にして、返そうと思ってるんで、またライジンのリングでみんなに会って、ね、みんなで盛り上がればいいなと思います。これからも、鈴木うるかをよろしくお願いします。